骨が花に。どういう変わり方ですか？はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ということで、まあ、戦いをやっていこうか。アユネは大変じゃ。この地に迫ってくる魔物の力を感じるぞ。どうやら姫の復活を竜王や他の悪しき者に気づかれてしまったようじゃ。姫はようやく芽生えてこの地の希望、何としても守り抜かねばならぬ。ところでアユネよ、戦いの前に腹は減ってはおらぬか。わしの霞を分け与えよう。そなたの唇をわしの方に突き出すのじゃ。唇を突き出す。満腹度が全回復した。どうじゃ、これで戦う気力は湧いたであろう。いいえ。何もない。何もなかった。普通になんか言われるかと思ったのに、めっちゃ無視されたんやけど。あ、もう一回回復してくれるんやね。戦う気力は湧きました。頼むぞアミネよ、何としても魔物どもを追い払うのじゃ。そしてこの死の大地にかつての王都ラルトームを復活させようぞ。なるほど、王都を復活させるってなんかめっちゃ責任重大な。二人とも戦わんのかい。あっちへ行くい。ルビスの加護を、ん、来た。おお、来た来た来た。影の騎士は、へへへ。あ、待って、街中に入ってこられても困るのですが。やばいやばい、ちょっとね、まともな武器とかないけんさ、困るんよね、そういうの。うー、よし、3匹倒した。すべてのモンスターを倒した。お、バトルコンプリートやん。よかった、弱くて。旅の扉青を手に入れた。しかもこんなので旅の扉をもらってしまった。うわー、光光眩しい光。何、光などこの地にはいらぬ。世界の半分は俺のー。え、誰、世界の半分は竜王っすか。え、勇者じゃないよね。ありがとうございますアユノ様、魔物たちを退治してくださったのですね。まあね、二人とも何もしないし、まあ姫様はしないか。え、何ですって。どっからか不思議な声が聞こえた。私には何も聞こえませんでしたが、そのような恐ろしい声が。きっと魔物との戦いでお疲れになったのでしょう。何、私が幻聴を聞いてるとでも。明日になれば気分が晴れるかもしれません。今日はゆっくり休まれてはいかがです。なるほど、よくぞ魔物たちを倒してくれた。さすがじゃぞアユナ。ん、どうしたのだ。いつになく真面目腐った顔をしよってからに。私だって真面目な顔ぐらいするさ。何、どっからか恐ろしい声が聞こえたじゃと。わしには何も聞こえなかったが、そなたひょっとして少し疲れておるのではないか。二人して。そもそもビルダーは戦うものではない。無理をさせてすまなかったの。ところでアユナ、そなたは先の戦いで旅の扉を手に入れたようではないか。まあ、ビルダーは戦うものではないって言いよるけど、私散々今までボスとか倒してきたよ。明日からその扉を使い、ビルダーとしてラダトームの復活に向けて力を尽くしてもらいたい。今日はゆっくり休むのじゃ。そのあばら屋を修理して眠るとよいぞ。あばら屋はもう修理しているんだ。おやすみなさいまし。ん、なんか始まった。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。竜王、ついに夢の中に。もしわしの味方になれば、世界の半分をお前にやろう。あのさ、あの両端にある旗、あれ落ちてなかったっけ。ねえ、湖の中に使っとった気がする。どうじゃ、わしの味方になるか。まだ今の武器では取れんかったけどさ。よろしい、ではわしらの友情の証としてその剣をもらうぞ。え、剣渡すとかもう普通に殺されそうやん。ほほう、すでにこの剣を手にしていたか。しかしもはやどうでもよいことじゃ。わしからの贈り物を受け取るがよい。そなたに世界の半分、闇の世界を与えよう。わっはっはっは、わっは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 。あの瞬間の夢か。
アイーナよ。また夢を見ているのですね。誰？ルビス？それはとある戦士の忌まわしい記憶。あなたが見るべき夢ではありません。あなたはあなたに課せられた使命を果たし、あなた自身の役割を全うすればよいのです。そんなことを言われましても夢は勝手に見るのです。アイーナ、覚えていますか？私が一番初めにあなたに言ったことを。あなたは勇者ではないのです。竜王を倒すこと。それはあなたの役目ではありません。ん？ってことは竜王は倒さなくてよいということ。出てこないの？それか他のキャラが倒してくれるの？何もびっくりマークとか出てないんだけどさ。おお、アイナよ。そのように元気な伸びをしよってからに。昨夜は随分うなされておったが、そこまで心配せずも良さそうじゃの。しかしアイナよ。わしは預言者じゃ。わしには分かっておるぞ。そなたには大地の精霊、ルビスが与えた、使命が、役割が、責務がある。この死の大地こそ、そなたがビルダーとしての役目を終える運命の地。アイナ、もうすぐじゃ。もう少しだけ頑張るんじゃぞ。さてと。早速じゃが、そなたには新しく手に入れた青い旅の扉を使って、かつての王と、ララトームの城の跡地を目指してもらいたい。まずはその地に光をもたらし、かつてのララトームを再建してほしいのじゃ。そなたが作り出した聖水を地面に振りまけば、死の大地は力を取り戻し、そこから物を作るための素材を得ることもできるようになるじゃろう。もし腹が減ったら、わしに声をかけるのじゃ。わしと姫はここで待っておるぞ。なるほど。なんか前回、聖水が役に立つみたいなことを言ってたから、大量に作ってみたいんだけど、素材が取れるようになるらしいね。オッケーオッケー。おお、アイナ様。随分うなされてましたが、何か悪い夢でも。ああ、なんとおいたわしい。昨夜はあまり眠れなかったのですね。アイナ様、よろしければ少し私のおそばへ。ん？おお、なになに？体力が前回復した。ああ、マジか。お腹はおじいさんの方で満たされて、体力はお姫様の方で満たされると。私にはこのぐらいしかできません。お困りの時は声をかけてください。ところでアイナ様、魔物から旅の扉を手に入れられたのでしょ？扉が開くその先は、おそらくかつての王都、ナザトームがあった場所。まずは城の跡地で手がかりを探し、扉の先のどこかにある希望の旗を手に入れてください。人間が魔物と戦った証である希望の旗をララトーム城の跡地に立てれば、その地に光が溢れ、精霊ルビスの加護を受けられることでしょう。私はここで、あなたのご無事を精霊ルビスにお祈りしておりますわ。なるほど。ということらしいので、ちょっと旅の扉を、端っこの方に、設置しとこうかね。えい。新たな場所への扉が開いた。はい、旅立つ。ラタトーム平野、闇と呪いの中心。あれ？そういえばこういうのなかったっけ、さっき。さっきんとこで。え？ん？今から？え、まさかの今からオープニングですか？あゆなよ、ついに運命の地、ラタトームに着いたのですね。闇に閉ざされたその地では、私の力も限られていますが、姫の祈りで、今はあなたの姿がよく見えます。あ、姿まで見えとんや。そこは、ララトームと呼ばれていた地。あなたが最後に救うべき場所です。かつては輝きに満ち、人と物で溢れた王都がありましたが、とある戦士の裏切りで、今や呪いの中心となり、見るも無残な死の大地に変わり果てています。さあ、まずはまっすぐに進み、ララトームの城の跡地を目指しなさい。そして、その地に立てる希望の旗を見つけ出し、かつての王都、ララトームを復活させるのです。すべては精霊の導きのままに。え、ここからか。ここ。え、あ、宝箱。初めて導きの玉、青を手に入れた。あっこか。なんか火が。え、さっきまでの場所は一体何だったの？でも旅の扉をあっこに設置したってことは、行き来するんだよね、普通に。旗あるじゃん。これもまた違うの？
違うんかな、ちょっとよくわからんけど。うわー、すげえ廃墟なんすけど。廃墟だけど扉は立派だな。ね、なんか超立派。ん？宝箱あった今。なんだ？お、初めて世界地図を手に入れた。お、なんか水湧いとるね、ここ。おー、いいね、いいね。いいんかどうかちょっとわからんけど。お、本置いてある。アレフガルド歴史と書かれた本が置いてある。おう、我が故郷メルキドを出発して、イクトシス期。ついに私は、ラートームの城に行き着いた。しかし、この地は噂のたぐわぬ死の世界。光も、希望もなく、ここには闇と呪いしかない。かつては繁栄を極めたラートームの町も、今や荒れ果て、見る影もないのだ。聞くところでは、この地のどこかに、人々の希望を背負いながら、最後の最後に裏切った、闇の元凶が住んでいるらしい。え？勇者様？しかし、そのようなこと、今の私には何の関係もないことだ。え、かつての勇者が現れるかもしれない。モンスターになっとるってことかな？私にはもう、旅を続ける力は残されてはいない。私はこの地を旅の終着地にしようと思う。もし、私の旅の記録を、遥かメルキロの地からここまで追ってきてくれた者がいたならば、私の辛く、悲しい旅は無駄ではなかった。ここにその感謝の思いを伝えておく。最後に、万一を考えて記しておこう。もしもこの死の大地に光を取り戻したいのなら、魔物によって奪われた希望の旗を得ることだ。希望の旗は、この城跡の南にそびえ立つ魔物たちが建てた新しい城の中にあるという。魔物は強く、城の内部は入り組んでいる。考え得る最大限の準備を整えて向かうのだ。おう、私の記録を読む、後の時代の冒険者よ。ラートームを再建し、アレフガルドを復活してくれ。メルキドの冒険家、ガンダル。おう、今回なんかちょっと長かったね。ここは？お、なんかベッドあるやん。立派。ってことは、ちょっと待って。この辺ちょっと、埋めとこうよ。よいしょ。こっちもか。ん？よいしょ。そして、こっちも。あ、違う。そこじゃない。ちょっと待って。ちょっと待って。もうちょっと前やったね。持ち物がいっぱいになりました。ん？ここでもなくね。もう一歩前。いや、ここであったんか。あっとったわ。何をやってるんだ。はい。あ、こっちも空いとる。え？あ、ここもか。なんてことだ。あ、そういえばなんか聖水を振りまけみたいなこと言ったよね。聖水を振りまいたら、素材が。あ、え、すごい。え、この枯れ草が、この枯れ草が、薬草の元。おぉ。え、やばくね？ほら。あ、ちょっと待って、ちょっと土を取りたいんだ。あと2つぐらいでよかったよね。はい。初めて土を手に入れた。持ち物がいっぱいになったな。いらないものちょっと預けとこうか。よいしょ。じゃあこれで土を、ここにポン。そしてここにもポン。部屋が完成した。よし、これで寝れる。ってことで、なんかこの辺、収納箱あるね。ちょっとダンベルとかいらないし。導きの玉、骨。この辺のは別に中に入れといても、作るときに使えるから、こう、行き先で使うものじゃないんだったら。あ、そっか、まずはさ、この中を浄化していった方がいいんかな。キラーン。なんかすげえな。ね、超緑になってく。灰色の場所をこうやっていったらいいってことかな。大地にかけられた呪いが解けた。ほらほら、どんどん緑になってく。おう。てかなんかこの中にも、え、これ傷薬のやつやろ。傷薬のやつもいっぱいあるし、薬草のやつもいっぱいあるし、回復し放題やね。この土地でもなんか仲間になる人がおるんかな。ん？てか、あれをね、この場所を浄化して、
ここでみんな暮らし始めるんやろ。え、皆様こっちに来るよね。あ、ここに旗を刺すわけだね。これでもう全体的に浄化はできただろうか。じゃあまあこの辺浄化できた件、あとは町の周辺も一応素材を取りやすくするために浄化をしていっておこうか。おー、なんかいいね。でもなんか果てしない作業な気がするね。果てしなくこうやってこれを繰り返しながら素材を取るわけか。すげえな。この骨とかはどうなるん？あ、骨が花に。どういう変わり方ですか？死んだ人は花になるのね。で、この枯れ木が薬草に。へえ。でもこれで亡くなった方も本望だろう。自分の骨が花に変わるんだ。え、なんだ、木ができたぞ。急激に木ができたんだけど。木はもともと何だったの？あ、あれ？もしかしてあれかな？この骨？この骨が、おー、木が生えた。そういうことね。そういう仕組みらしい。これどれぐらいの範囲が呪い解けようかがちょっとよくわからんねんけど。結構な範囲で解けとるよね。おー、いいね、いいね。超緑。超緑やわ。こういう感じ？これで多分、こう。あ、もう結構の範囲。あ、結構の範囲緑になったな。あ、あれ？魔物が建てた新しい城って。ん？こっちかな？あれは旅の扉か。こういう感じだ。世界は灰色だけれど、ここだけでも、緑になりました。よし。ということで。まあ、今回はこの辺で締めておきたいと。ドアップ好きだな。はい、今回はこの辺で締めておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかこうやっていざまじまじと見てみると、服を着てなかったら主人公結構ぽっちゃりしてるな。